ムリキコとレイスギリエルメダ・コンセイソン・シューバは、ブラジル・リオ・デジャネーロ州、マンガラ・チバ出身のサッカー選手。ポジションは主にフォワード。ムリキは2004年に、マドレーラで、トップチームに昇格した。才能のある選手と考えられており、バスコ・ダガマ、アバイを含むブラジルの高いレベルにあるクラブに、ローン移籍され、2008年には、デスポルチーボ・ブラジルに移籍した。 2009年4月14日、カンピオナーとブラジレイロセリエのアバイ FC に、再びローン移籍した。ウィリアムやマルキーニョスと共に得点源となったほか、相手の脅威として、リーグサイトとなる139回のファウルを受けた。2009年の終わりにクラブを離れ、2010年1月13日にアトレチコミネイロに加入した。同年の州選手権決勝戦では、 ジエゴタルデッリと2得点ずつ上げ、優勝に貢献。2010年6月30日、中国高級の甲州久し大足玉クラブが、クラブ史上最高の350万ドルの遺跡金で、無利機の獲得を発表。登録表記は、僕座とき。7月21日の南京優先で、リーグ戦に初出場し4得点を挙げた。 同年は14試合で13得点を挙げ、クラブは優勝と一部昇格を果たした。2011年には、ダリオ・コンカや、クレオラ攻撃的選手が補強される中でも、中核であり続けた。5月4日、中国 FA カップの奇襲地上戦で、ハットトリックを記録し、同カップ戦で、ハットトリックを記録した、公衆久し第で、初めての選手となった。 2011年8月12日、両姉とのアウェー戦において、前半終了間際に起こった衝突が注目の的となった。4日後に中国サッカー協会でヒアリングが行われた、結果、無力が、はじめ春鉄を殴ったと認定され、無力には5試合の出場停止と2万5000元の罰金の処分が下った。無力は、新郎美白において、処分は不公平であるとして、 シーズン終了後に中国を去ると述べたものの、クラブとの幾度かの話し合いを経て残留を決めた。出場停止により中盤戦を欠場したが通年で16得点、7アシストを記録。無力のリーグ得点王及び CFA 年間最優秀選手に選ばれる活躍により、公衆久次第はクラブ史上初となるリーグ優勝を果たした。2012年、無力は AFC チャンピオンズリーグでもチームに貢献し、グループリーグでは3得点を挙げた。同年7月3日、公衆久次第との契約を2016年6月30日まで更新した。2013年、無力は、ダリオ・コンカおび、エウケソンと構成したアジア最強の攻撃陣の中で、AFC チャンピオンズリーグでは13得点を記録。得点王と MVP を獲得し、 公衆久し大の初優勝に貢献した。同年末、アジアサッカー連盟年間、最優秀外国人選手に選出。2014年7月17日、カタールのアルサットに席。背番号は、公衆久し大在籍時と同じ、9。AFC の公式 HP によれば、アルサットは無力獲得に際して、900万ドルを公衆久し大に支払ったと報道された。 初出場となった同年8月のシェイクジャシムカップでは2得点を上げ、チームを優勝に導いた。しかし2014から15シーズンは負傷に苦しみ、目立った活躍を残せずに終わった。2015から16シーズンは前半戦の15試合で11得点を上げる好調ぶりを見せていたが無力自らの希望により2016年1月に契約解除。 翌2月に対談が発表された。2016年3月に訪日し、同年4月1日、J リーグ FC 東京へ期限付き移籍が発表された。年俸は8000万円。公式戦から遠ざかっていたためにコンディションを上げる目的で5月1日の J3 第7節、栃木戦には自ら志願して FC 東京 U-23 の一員として、オーバーエイジ枠で出場。 J リーグ初ゴールを挙げた。翌6月22日の J1- ファースト第13節、浦和戦では J1 初得点。以後も個人技による打開とチャンスメイクで貢献。特に左サイドに入ってからは、トップ下の統計悟るとアウンの呼吸を見せた。しかし、8月末のルバンカップ、準々決勝福岡戦において、左膝外側側側靱帯を損傷。 同年中の復帰に意欲を見せていたが以降出場することなく帰国した。同年末には、アルサットとの2017年6月までの契約を破棄して FC 東京との仮契約を済ませ、法日後のメディカルチェック及び正式契約を残すのみとなっていたが、古巣の CR バスコダガマからオファーを受けると、ブラジルへの復帰願望や膝の不安のために最新医療施設を管理する、 同クラブの環境に惹かれ、FC 東京との合意解消を希望。無力の意向が尊重され、翌年1月には移籍期間満了による対談が発表された。2017年1月、12年ぶりに CR バスコダが前復帰。契約期間は約1年半。ありがとうございます。